したな。これやっていきますか。なんかできてる、なんかできてる、もこっち。なにこれ、やばくね、これなんだこれ、な、誰が作ったのこれ、なんかこの、なんでこれマガマガしくなってんのこれ、なんかマガマガしいんだけど、この辺。これ何この儀式を行う神殿みたいなやつ。ちゃんみやがなんか帰れなくなったらしいから迎えに行くわ。サンキュー。これ迎えに行くぞ、ちゃんみやのこと。なんか永久になんか砂を取り続けるだけの存在になってるっぽいから。帰ろうと思って うろうろしてたら会場で迷子になる。それ一番やばいパターンじゃねそれ。ドラクロ。こっちこっちこっち。何やってんだろう。ドラクロハウス。俺も行こう。オッケー。3人でちょっと海難救助、海猿しようぜ、海猿。あ、USB に日産いる。行くぞ、じゃあ。ちょ、日産邪魔だ、お前。ラグってんだよ。邪魔、邪魔、邪魔、邪魔。もう、海難救助全然できねえじゃねえか。行くぞ。もうトラクロと2人でいいや。超グダグダなんだけど。1280?621034。相当こっちだな。トラクロはどこ行ったん、トラクロは。トラクロはダメだな、あいつら。なんだ、あれ。なんだ、これ、なんかできてんぞ。あ、トラクロいた。行くぞ、トラクロ。あ、これ、これ、日産の家なんだ、これ。すごいね。まあまあ、まあまあ、クオリティ高いね。相当遠くだぞ。こっち方面か。あ、あれじゃね、なんか浮いてるのがいる。浮いてる、浮いてる、浮いてる、浮いてる。チキン。チキンじゃねえか。この辺りのはずなんだけど、すげえところ来たな。何ここ、西人くん来た。ちょっと待って、俺も合流するわ。やべえな、ここ。なんか湿地帯みたいになって。あ、いた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 。なんてとこ来たんだ、ここ。砂がどうなったの一体。ちょっと行こう。とりあえず帰ろうぜ、もう。俺トラクロあれし、これ沈めといて。このなんか白いやつが乗ってるボート。さあ、ここ砂の拠点にすればいいんだね、砂置く。ここ砂置こうぜ、ここにみんなで。いったてめえ、ふざけんなよ、トラクロマジ。トラクロにぶっ殺されたんだけど。すまんじゃねえ、ちょっと処刑、日産トラクロ処刑しといて。なんか、テクスチャーどうしようかね。テクスチャー変える、これ変えたら変えたで、まあかっこいいはかっこいいと思うけど。影モッドめっちゃ綺麗だな、遠くまで。まあ、どうしようかな。あの砂、そう、砂を輸送してきてガラスを作るみたいな話が確かあったんだよ。あ、砂ならあって。いっぱい向こうの大陸に。砂が大量にあった。砂取ってくる班ちょっと編成して砂取ってくるか。さっきの大陸に行って。もう砂を輸送できたのか、果たして。トラクロに殺されたからまた行かなきゃいけなくなった。日産にさせるか。あの、砂の輸送。砂、日産の家に、日産の家砂だらけにしようぜ。砂輸送しまくって。このマイクラは何を目的としてるんだ。うーん、夢と希望と冒険ね。これはマインクラフトすることを目標としてるから。あ、何、あ、いたいたいた。何しとんねんお前。殺すぞお前。一回ここ止まろう。一回ここ止まって、ここ砂のなんか拠点にしよう。僕が持って帰ります。もうここの日産の家に入れていいよ。いっぱい。なんだこれ。もうこれなんだ、なんだこの上がりづらい階段は。やばいだろこれ。おい、何しとんのお前。どっか行けよお前。おー、すげえこれ。超綺麗じゃん。うわ、すげえな。なんで落ちたの、落ちたのあいつ。なに自害したんだろう。俺に突き落とされる前に自ら落ちる道を選んだな。砂ここある？地下も、おい、マジこれ。地下からなんか上がってきてるやついるぞ。はしご外しとこうぜ。これ埋めときな、トラブル。これ埋めよ。僕埋めよ、ここ。ナイス。行こうぜ。ちょっと砂持って帰ろう。砂多分こっち。確かこっちだったと思うんだよな。あ、西人くんいる。西人くん何やってんの？
あ、砂持ってんのかいっぱい。まあ、ちょっと一応どうなったか見てみるわ。どのぐらいまで取れてんのか。あ、ここだな、ここ。そんなに砂取れてないね。まだまだ砂いっぱいあるんじゃね。トラクロここに残すか。まだまだ全然あるじゃん、これ砂。しかもここで自給自足できるんでしょ。トラクロここでちょっと砂掘ってな、トラクロは。俺も帰っから。じゃあな。じゃあな、トラクロ。ちょ、そこで砂掘っといて、限界まで。で、掘ったら、限界まで掘り尽くしたら、シグマのところに輸送する作業で。チンコ浮いてんだけど、なんか。え、なにこれ、ニシト君だよね、これ。ニシト君何やってんの、チンコになってんの、それ。あれ、ニシト君いなくなった。え、なんでなんか、水面からチンコが生えてると思ったら、急に苗ってなんかいなくなった。お、またチンコ生えてるぞ、あそこ。え、なんか定期的にチンコが生えてんの。あー、これは本物か。トラくんどこ。トラクロはもう、シベリア送りになったよ、ちゃんみや。トラクロはもうダメだ。あ、これ歩いて帰るしかないのか、これ、確か。ちょっと歩いて帰ってみるか。全員一回集合しようぜ。トラクロ以外。すげえ、農場になってる。これ自動土砂付き作るか。水でこう、ソイレントシステム作ろう、これ。来た来た。これ君が作ったの、これ。え？もう何やってんだ、お前。おい。何やってんだ、お前。殺すな、おい、俺味方、ちょっとやめろ、お前。やばいな、もう。凶悪犯だよ。凶悪すぎねえ。ざまに入ってきたと思ったら、後ろなんか屠殺し始めて、しまいには俺まで殴ってる。あ、トラクロ、よしが増やしてる。これ重くなるぞ、これ多分、これ増やしまくったら。ちょっと重いもん、これ増やしてる時に。おい、よし、サバ重なるから。よしがラグクしてる、サバ。同じところら辺に、2つもなんかいるからな。こちらも屠殺、こっちも増やしてんのか。もう屠殺しようぜ、これ。槍部屋。屠殺しよう、屠殺。自動屠殺機作るわ、俺は。あ、でも、レッドストーン回路がいるのか。みんなで炭鉱行かなきゃダメだな。みんなで地下行ってちょっと採掘してこね。レッドストーン回路とかなんかその辺もろもろ欲しくない？鉄系ないな。結構拾ってきたはずなんだけど。みんな装備に使うから。あ、そうか、こういうことか。つまり、鉄がない理由って。つまり、こういうことだな、この。この辺が影響してるんだろうな。あ、くれた。鉄、ありがとう。みんな地下行くよ。地下採掘行こう。そのトラクロとか一番ダメじゃん。フルプレートアーマーにしてるし。あ、西さん、そのツルハシちょうだい。このダイヤのツルハシ。この石のツルハシと交換しよう。ほら。石のツルハシあげるから。交換。俺、お前の落としたツルハシだよ、それ。これ。お前の落としたツルハシはこの石のツルハシか？それともダイヤのツルハシか？お！あ！ふざけんなよ、お前。ふざけんなよ、お前。おい。こいつ泥棒してんぞ、泥棒して。殺せ、こいつ。泥棒だ、泥棒。狙ってる。この二人めっちゃ面白い。行くか、じゃあみんなで。ほらみんな行くよ、もう。やばい、固まってる。え？何これ、急、なんでこれ落ちたの、これどうしたこれ。あ、やばい、サバが固まってる。あ、OBS が切断した。サーバーの、あれ、ちょっと待って、俺が切断した。PC ごと落ちた。ちょ、みんな、採掘行くよ、採掘。みんなで掘り行こう、下まで。みんなで掘って冒険しようぜ。あー、そう、こうなってたっけ、そういえば。まだこれ下に降りたいよな。これ下降りよ、みんなで。あ、これあるぞ。ここ下に掘ってかね、どんどん、これ。この辺。ヨッシーがトラクロ落とした。まあ、事故でしょ。なあ、トラクロ。この辺掘り下げてこ、もう。広げようぜ。もう、今回の主な作戦はレッドストーン回路のダッシュだから、多分レッドストーン回路まだないんだよ、この辺の深さ、確か。とにかく掘り下げてけ。あれ？なんでヨッシーが持ってんのこれ、ダイヤピッケル。チラッと見えたぞ。なんで鉄の剣で、なんなの、その石の剣で掘ってるの、一体、ヨッシーの。おお、ちょっとトラクロ落ちてきた。肝心な時にこのヨッシーの剣機能してないっていう。
小結びこれ、まあ、レテンだけどちょっとレテンもっと深く掘ろうぜ。俺掘るわ。溶岩の音すんな。あったあった、レッドストーン、あったレッドストーン、この辺だわ。みんなレテンと俺がいるところまで降りてきてくれ。いいっすね。すっげえ下まで行った。うおー、ちょっと待って、これはまずい。くだらねえ遊びしてる。小学生みたいなことしてる。暗いな。めちゃくちゃな掘り方してっから。もうおい、ちょっとトラクロだろ今の。ふざけんな。あれ、トラクロは溶岩幽霊試みた。ああ、もう溶岩にはまるとかもほんと初心者マイクラプレイヤーかよマジで。ああ、アイテム全部ロストした。トラクロがほんと初心者プレイヤーだな。これだから初心者プレイヤーは。23ちょっとふざけんなよ。ちょっとふざけずにちょっと掘ってね。ほら、向こう側、向こう側、向こう側行かないと。掘って掘って掘って、掘れって。お前何やってんだよ。石のピッケルだと取れないよ。ヨッシーと、ヨッシーと殴り合いになったぞ今の。なんか微妙に逃げてった、逃げてった。あいつなんか誰のことも信じれないワールドだなこれ。あ、やっ